新年度が始まってお忙しい中ですけれどもね、感じさん、思いなということで一応今日ねということでですね、今日オープニングアクトの方私たちネットゾーンも務めさせていただきます。皆さん本当足を運んでいただきましてありがとうございます。はい、パラドックスさん今回2回目なんですよね。窓枠さんの方にいらっしゃったのは花田さんの方ですね。1回目は、ね、昨年の7月なんですけれども、その時も窓枠さんのこちらお見えになったっていう方いらっしゃいますか。どうですかね。嬉しいな。じゃあ今日初めてっていう人。そうでしょ。ねえ、嬉しいですよね。今日初めてご覧いただいたそうですし、皆さんこう集まってね応援してくださっているバンド活動をされてたり、見るのを楽しんでくださっている方々も見えになってくださって、ね、そして、パラドックスファンでまた遠くからとかねお見えいただいている皆さんもいらっしゃるかと思います。はい、ね、そんなみんなが一緒になってこうすごい、今日楽しい時間を一緒に過ごせたら本当に嬉しいです。どうぞ我々レッドゾーン、そして、次パークそして家族さんとどんどんつなげていきたいと思いますので、どうぞ今日よろしくお願いいたします。さあ、それではちょっと待ってちょっと待ってが来ました。ねえ、なんか一個そう思い出して、前回の話したんですけどもね、前に、はい、ごめんなさい、はい、続きはまたということで、はい、それでは次の曲に行きたいと思います。はい、この夏ロックサミット、もう130何回になるんですけども、100回記念、140なの140になるんですね。100回記念の時にね、テラローザのギタリスト足立裕二さんが実を見にいただいたんですね。2020年に、ちょっとお亡くなりになってしまったんですけれども、はい、ご出演いただいて、その時にね、テラローザの方をやってらしたということをして、ね、サインみんな私にサインいただいたよということで、今日ね、はい、今から話す曲はもうそのねでした。ね、そんなゆさんを思い描きながら聴いていただけると嬉しい貴重のギターソロを聴かせてくれることだと思います。Go on, on. We'll be right back.
ってね、すごい嬉しい、楽しいですよね。ありがとうございます。嬉しいな。こちらの皆さんも本当にパルドックスワンの、ね、方々多いかと思うんですけどもね。さっきねお話ししようと思って、私前回実は7月の時にあのワイズプロジェクトというオリジナルバンドの方で出演させていただいたんですね。で、あのお手伝いの関係で、パラドックスさん始まる前に順番に入っていただくということで、皆さんあの整列して入ってくださいねってお声をかける係をしてたんですけれども、その時に、まあね、いつもの方々と違う、初めてお会いするファンの方々、どのような方々かなとって不安だったところもあるんですけれども、そしたらもうあの皆さん1番から10番の方って言ったらもう並んでらっしゃるんですよ。で、11番から20番 あれみたいな、もうね、あなた何番あなた何番でもうね、皆さん勝手に整列してくださってて、本当にもうマナーも素晴らしくて、もうすごく嬉しいなと思って、ありがたいなと思いましたね。で、あの本当ファンの方々も素晴らしいですし、ね、素晴らしいファンがついているバンドがやっぱり素晴らしいなと思いますので、はい、あのすごい嬉しいなと思いました。ここでノリノリしているわけじゃないです、ね、だけどあの我々もあと残り1曲なんですけれども、嬉しい、ありがとうございます、はい。で、そんなあの皆様に、嬉しいお知らせがじゃないですけれどもね、ありがとうございます、私たちレッドゾーン、今日はね、いつもはライジーンというベーシストなんですけれども、簡単に言うと、ギター、エムラン、ドラム、チャー、キーボードよしとして来人なんですけども、今日はどうしても参加できないということで、泣く泣くですね参加できなかったところに、うんと思ったらこうね、とんぺくんが、で参加してくださいました。はい、長年近くにいてなかなか一緒にやる機会なかったんですけども、本当に嬉しいですね、初めて、はい、嬉しいです。で、そんな我々レッドゾーンが今度、5月の4日の日にメルボンのライブステーションの方でまたパラドクスさんとご一緒させていただくことになっております。また5月行きます。その時またお会いしてくれたらいいなと思います。そしてその時は、本物の、ベシストライジンのご時期でやります。ランチスターで出演します。この5月一緒に会場になります。またその時よかったら一緒に楽しんでいただけたら嬉しいと思います。さあそれでは最後の曲に行きたいと思います。さあ盛り上がっていって、次バックメン、そしてパラドックスつなげていきましょう。いきますよ。